目的地は西の国、オセアナの首都ブライハーベンだ。できるだけ大きな害獣の首を飼って期日までに指定の場所へ来ること。となると次の心配は怪物狩りの獲物ね。心配するな、あとは任せろ。首都のブライハーベンまでどれくらいだ？4日ってとこだ。自慢じゃないが、速さに関してはおそらく世界一だ。しばらくは街道を進むからゆっくりしとけ。どこにしようか。ここだな。面白そう。ここも食材が豊富だな。大砂虫の幼虫の丸焼きだ。不思議な食感だが味はいいな。そろそろ仕事に戻りましょう。よし、作戦実行だ。藍ざめ出てこい。姿を見せろ。うるさい、やめろ。そもそもお前ら競技会のお題を分かってるか？怪物の首の大きさを競うって話でしょ。そんな区別もつかないんじゃどの道か出てこない。今のお前には心強い仲間がいるだろう。俺たちだって乗り越えてきたんだ。これまでの力を信じよう。世の中だと思ってた景色ってなんてちっぽけだったのかしら。この世界には悪党が大勢いる。君が勝つための戦略に本気で協力してあげよう。そうやって仲間や支援者たちが増えていけば君の力はより磨かれ高みへと近づくだろう。俺は、おや、なんか気分がでしょ。力や地位、そして強い主君が必要だとずっと思っていたが、本当に必要だったものは仰ぎ見る主君ではなく友人だったのかもしれん。とっくに仲間だ。一緒に旅した仲間、共に大切なものを守りたいと思う同志だ。世界を変えたいのなら旅に出るのです。己の使命を探し出す旅に。